スナメリ、スナメリ、スナメリ、ネオフォカイナ・ホカイノイデスは、ネズミイルカカスナメリ族に属する小型のイルカである。主に海水域に生息するが、淡水である中国の長江、ヨ子ス港に生息する大群も見られ、中国では、コウブタ、チョントン、長江の豚の胃と呼ばれている。スナメリ族、ネオフォカイナはスナメリ、ネオエヌフォカイノイデス一種の実からなり、 ネズミイルカカの原生群の中では、比較的早期に分岐した群である。日本でも地域によって様々な名称があり、仙台湾から東京湾では、スナメリ、伊勢湾や三河湾では、スザメスンコザメ、瀬戸内海から響きの田では、ゼゴゼゴンドウナメクジラナミソデゴンドウデングイ、大村湾、有明海、立花湾では、ナミノオナミウオボウズヨウなどと呼ばれている。 スナメリはアジアの沿岸海域、特にインド、中国、インドネシア、日本の沿岸に生息する。長江では淡水に生息する、特異的な個体群が見られる。生息域の北端は日本沿岸海域で、西端はインドの西岸からペルシア湾内まで続いている。日本沿岸では、長州沖、セット内海などでの生息が確認されている。 2015年スマ水族館と朝日新聞の共同調査では大阪湾、関西空港周辺にて20頭以上の群れや体長1メートルの子供含むスナメリが140回以上確認され大阪湾、関空周辺がスナメリの子育て海域になっている可能性の高いことも判明大都市近郊の伊勢湾や三河湾などでも生息が知られるが個体数は少ない 生息域は海岸に近い水深50メートル以内の浅い海域で海底が滑らか、もしくは砂地になっている場所を好む。東、シナ海や公海において、例外的に海岸から150キロメートル以上離れた海域での目撃例があるが、これも水深の浅い海域である。興奮の突出はほとんどなく、噴気口の後ろにわずかな陥没が見られる。背びれは ほとんどなく、背面正中線上の皮膚が盛り上がった隆起が、尾びれ間際まで続く。尾びれの両端は尖り、中央にはっきりとした切れ込みがある。頸椎の前方三個が融合しているが、高等下の R が大きく、平面に近い形状であり、頭部のすぐ背後に長いトゲ突起もないため、頭骨の可動範囲が大きい。マイルカなどが上下に5度程度しか動かないのに対し、 スナメリは40度前後まで動かすことが可能である。とはいえあくまでも、クジラとしてであり、他の哺乳類と比較すると、頭部の可動範囲は強小である。生体は、全身が明るい灰色である。生まれた直後は、背の隆起付近は、灰色で大部分は黒いが、4ヶ月から6ヶ月で、全身灰色になる。 生体の体長は1.5から2メートル、体重は50から60キログラムであり、クジラ類では最も小型の種の一つ。オスは4歳半から9歳で、メスは3歳から7歳で、それぞれ性成熟する。魚類、甲殻類、糖足類など食べられるものは何でも食べる。スナメリは中国、超高流域では絶滅が危惧されているが、 その他の生息域では絶滅危惧種のリストに載せるための十分なデータがない。大河に生息したり、川口や海岸近くに止まるという性質のため、毎年多数のスナメリが漁網などによって混獲される。生息数に関する良い推計はない。しかし、九百七十年代後半に行われた調査結果と、九百九十九年から二千年にかけて行われた。 調査結果を比較すると、生息数も生息域も減少していることがわかる。多くの専門家は、生息数は数十年にわたって減少し続けており、現在の生息数は昔に比べるとわずかなものに、過ぎないだろうと考察している。日本においては、スナメリはシロナガスクジラ、北極クジラ等と共に、水産資源保護法施行規則、 昭和27年6月16日農林省令第44号第1条に基づき保護され、特別の自由があり、農林水産大臣の許可を得た場合を除き、再保することは禁止されている。また、1930年に、広島県竹原市高崎町阿波島周辺のスナメリクジラ海遊海面が天然記念物差しされた。これはスナメリを目印に鈴木などを移る。 伝統漁法が行われていたことから指定されたものである。クジラ類に関連する天然記念物の指定としては唯一のものであり、海洋哺乳類全般においても他にはゴ言が指定されているのみである。現在ではスナメリの減少のために伝統漁法は行われていない。綺麗な海でしか確認できないことから東京湾やスオーナダ、 大村ンなど、閉鎖的海域の再生の目標とされている種である。なお、大阪湾においては、南東部、関西国際空港周辺で生息が確認されている。このほか、藤前日形への定期的な出現も確認されており、現代日本において、クジラ類が日形域にまで進出するという意味では、珍しい生態である。現在スナメリは3ア種が認められている。 日本では、いくつかの水族館に展示される。また、九州の有明フェリー戦場から見られることがある。近畿の南海淡路ライン、フェリー戦場からも見られた。スナメリをモチーフにしたキャラクターも様々な分野に存在する。日本での捕獲は2004年11月に、伊勢湾で、水族館での学術研究及び教育展示を、目的に、鳥羽、野戸島、宮島の 各水族館がが共同で、9頭の特別採捕が行われた。韓国では食用とされ他のイルカ類と同様に漁港での競売などにより販売される。韓国ではクジラ類が本格により水揚げされるが捕獲数の半分以上が本種である。韓国でのスナメリの食用としての価値、値段はあまり高くないとされる。 2008年には韓国での婚格の小性を疑い、韓国の環境保護団体が国際的な調査を要請したりしている。理由は、スナメリは群れを作らないが、1日に30頭以上も捕まるのは不自然だというものであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。